さあ、出てまいりました。出た。まずは小田、鈴本、小林の3人でございます。あ、そうか、その3人か。可愛らしい浴衣姿ですね。ナナピウィンク。ナナピウィンク。ナナピウィンク。ねえ、ダニ、花火見よう。ふん。ねえねえ、ゆい子、一緒に花火見よう。行きません。あ、その3人か。なるほど。その3人なのか。全員嫌な気持ちになるそうね。やだやだ、誰一人盗まれないというね。やだやだやだ。やでしたね、今の。さあ、続きまして、小池ヨネさん、高瀬。あ、関西地区か。あー、ゆっくりちょぼちょぼ歩いてきました、ね、せーの。いや、かわいいですよ。いや、かわいいですね。かわいいですよ。かわいいですよ。浴衣涼しいな、ね、か、関西のね。あ、関西いいですね、うん、関西3人組が方言女子っていうのはやっぱりいいですね。いいですね。はい。あ、ここはもう全員ひらがなですね。柿崎、高本、佐々木美玲。あ、なるほど。もう目が悪くてね、誰だか分かんないですもうここちょっと近づいて遠くて来ないとね。あ、かわいらしい。あ、かわいいね。なんか浴衣の色も合ってんじゃないですか、みんな。そうですね、うん、かき氷、一口ちょうだい。でも3人に一口ずつあげたらまあまあなくなっちゃいますから。そうですね。あまりあげたくはないんですけど。続きまして、おー、なんだ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 、シダモリア、井口。おー、うわ、結構大人のメンバー。そうですね、うん、やっぱちょっと大人の着こなしですね、なんか、うん、おー、なんでしょう。井口なんでしょう。井口、ふわふわ。夏だね。暑いな、汗拭こうか。なんでしょう。シダ逃げましたね。シダ逃げましたね。なんだったんでしょう。関わりたくない感じが、シダが。シダは。さあ、続きまして、斉藤ネル。ああ、仲いい二人。ああ、青い出ますけどね。青いね。何なんでしょうね。何でしょうね。あ、出た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 。ああ、ネルの好きなやつだ。ああ、そっかそっか。あれね。うん。夏やけん、お祭り行かん？なんか言ってたね、今ね。うん、もうジジイで耳も遠くなっちゃってる。目も悪いし。耳も悪いし。あ、誰だ？誰だ？誰だ？あー、とってもわからない。遠い、遠い。遠い、誰？平手石森長澤くん。あ、本当？みんなこうまた髪の毛をこうアップにすると分からない、ね、イメージが違いますね。ね、石森なんて本当髪の毛アップしたら分かんない。なおこちゃん、夏祭り何が食べたい？焼きそば。焼きそば。焼きそば。夏祭り、なおこちゃんが焼きそば食べたいって話。そうですね、うん、で、平手が苦笑いで吐けてる。そうですね。関わりたくないんでしょうね。尾関、上村、斉藤京子。はあ、やっぱイメージ違いますね。そうですね、うん、やっぱ尾関は歩き方ちょっとおかしいですね。歩き方すらもうキョンコハート。あ、出た、キョンコハート。はい、斉藤京子ね、に合わせて、うん、あ、みんな帯の色同じだね。ねえ、リンゴ飴買って。あ、リンゴ飴のね、リンゴ飴買ってっていう、うん、いいですね。そうね、澤部さんがリンゴ飴の権利自体を買ってくれますから、ね、リンゴ飴の権利売ってるんすか。さあ、いいですよ、皆さん、いいですよ。あっと、誰だ誰だ、ハブ、ハブ、リサ、うん、佐々木久美。あ、そう、久美か。顔ちっちゃいな、ここ3人は。背高いね。あ、進撃の巨人ですか。心臓を捧げようとしてるんですか。あ、そういうことですか。自分たちが巨人なのに。澤部さん、ハワイ連れてって。澤部さん、ハワイ連れてってですね。
連れてっちゃう。でもあれですよね、あのリサの愛人らしいとか出たんですよね。そうですね。最後が原田だから、そうですね。須貝原田理香。あ、お姉さんの中に。あ、本当ですね。そうですね。年長二人に対して。本当だ。頑張り機頑張り機馬ですかね、馬力ね、馬力の馬とかか、菅井様の夏の好きな食べ物はスイカパン、スイカとパン。パンですね。